大人の世界にこそ。はい、昨日からね、無料ガチャ新しく始まりました。6周年ね、マスルショットもついに6周年まで行きましたよね。長年愛されてるゲームアプリですけども、おまけチケット2枚付き、あと9日ということでね、はい、まずこちらの方からやってまいりたいと思います。まあ、初日はちょっと出なかったんですけども、一応星5が1体は保証されるということで、ラスト、このラインナップ見ると、この木のですね、シルバーマン、そして今でも全然現役で使えてるね、右上のフルメタルジャケットだったり筋肉マンだったりいますんで、まずこっちの方やってまいりたいと思います。はい、あんまりこれでね、このバナーの調子が出たことないんですけどね、大概あーこういうのも入ってんだみたいな、なんかどうでもいい星子が大概来るパターンが多いんですけど、果たして。はい、ラスト1個。はい。何でしょうか。で、本日はね、チャンスアップガチャ。119玉溜まりましたんで、そちらの方回してみたいと思います。はい。あー、これまあまあいいですね。でもね、このゼロの領域向こうの子供時代のブロッケンですね。はい。ブロッケンジュニア。はい。そして、これがメインですね。マッスル、シックスアニバーサリー、超人玉50個、星5超人、あ、50個でいいの？超人玉50個、星5超人1体保証29連ガチャ。ん？どういうことだこれ。あ、150玉も必要なのこれ、もしかして。初回29連で星5超人、あ、なんだ、119玉でいいと思ってた。そういうことね。一応まあ、ルールのおさらいしますと、初回は29連で星5超人が1体が保証。で、2回目は、29連で星5超人1体保証、プラス、星5超人保証シングルガチャがついてくる。で、3回目は、29連、同じく29連で星5超人が1体保証で、星5超人保証のシングルガチャが2個ついてくるということで。なるほど。ということは、やっぱり3回回さないとダメだってことか。一応ラインナップの方、まずは。一番の目玉が、ジャスティスマン。ただ私これね、2体持ってるんですよね。前回も出て、まあすごく使える超人なんで、まあ多くてもね、まあ全然もう1体出てもいいんですけども。そうかー。ってことは、そこまで、ただこっちね、このミラージュマンが持ってないんでね、どっちかというとこっちが欲しいですね。これは、ちょっとこれ狙いでいきたいですね、ミラージュマン。そして予作ね。はい。オラーネッシーを見てたのね。はい。予作。予作はそこまででも。あとね、餅乗せてる、鏡餅乗せてるカレクック。あと、ダイモンさん。ダイモンじゃないんですよ。赤岩ですよね。はい。赤岩なんですよ。そして、ミートくん。ミートくんに、カオスだったり。なるほどね。狙いはもうミラージュマンですね。ミラージュマン一択。はい。じゃあ、初回の出れば、まあ、やめてもいいかなって感じですけども。はい。一応まあ、じゃあ、150が、ちょっとな、っていう感じですけども。まあ、行ってみましょうか。はい。あ、ラインナップこれで見れるか。一応、はい。14% かな ?12 かな ?12 ですね。はい。12% で。というわけでね、ミラージュマンが、あ、こういう確率なんだ。0.022 なんだね。すべて 0.002 で、あー、こういうガチャか。じゃあもう、ミラージュマンが出る確率はもう、そんな高くないんだね、特にね。あー、その他に、まあ、スクリューキット、ケンダマン、ブラックホール、ネプチューマン、悪魔将軍、あ、こういうの、あ、カーメンとかね。ああ、みんなとにかくもう同率なんですね。確率は。ただ、ラインナップ見ると結構まあいろんな超人がいますね。まあバイキングマンだったりね。スーパーフェニックス、サタン。ね。ラグビーロビーマスクだったり、ネメシス。なるほど。ああ、何が出るかわかんないってパターンですか。わかりました。はい。じゃあ、まあこれは、まあちょっと一回引いてから決めましょう。1回目でもうミラージュマン引けたらね、ちょっと前回ね、令和3年の運もここで尽きたかっていうぐらいの内容だったんで、まあ一応ね、前回ジャスティスマンが出たんで、持ってない人にとってはいいじゃないかって感じなんですけど、私はもう2体目だったんでね、まあちょっと150玉使ってこれはなって感じだったんですけども、はい。では、行ってみたいと思います。まず、
何回聞くか分かりませんけども、初回29連。必ず1体は出ます。1体は保証。ラストは1体かな。はい。ってことは3体くらい欲しいな。いきます。3体欲しいぞ。首投げ。はい。困った時の首投げ。どうだ。あ、結構金かっぱるぞ。うん。いいぞ。1個か。でもブロンズもあったぞ。ブロンズあったぞ。はい。2個。止まんじゃねえの？あー。ダメか。でもわかんない。でもこういうパターンでブロンズで止まることないんだよね。まずね。だいたい金で止まることも期待ですね。こうなると。はい。29連で2体っていうパターンだか？これは。ブロンズで止まんのか？まさかの。あ、止まんないか。止まんないね、それで。あー、これ持ってるわ。はい。はい。はい。あー。万太郎。はい。万太郎、水万太ね。はい。と、これはもう一回引かないとダメですね。この内容はね。あまりにもちょっと、ね。50玉使ってこれかよって内容なんで。はい。では、2回目。行きましょう。2回目は29連同じく。星子超人1体は保証で、プラス必ず1体ってことなんで、やっぱりここでもやっぱり2、3体は欲しいですね。29連の間に。そしてプラス1体を、まあ、ゲットするって感じで、はい、行ってみたいと思います。はい、2回目。合計でじゃあ58連になりますね。いきます。58連。58連も引けばね、1体ぐらいは、被りないんじゃねえの？どうでしょうか。まあ、ここまでね、引くと、ちょっとわかんないですけども。リベンジャー、はい。はい。さあ、ちょっとね、金のみだったんでね、出たのが。1。あ、やば。2だ、2だ。また2か。また2だよ。さあ。あー、だめ、ブロンズ止まんないの？あ、この、筋肉マンってあれですよね。一応目玉である筋肉マンですよね、きっとね。うん。うわー、止まんないね、ほんとね。ほんと止まんないからね、シルバーでこれね。恐ろしいほど止まんないから、ほんと。はい、ラスト！止まれ！なー、こんなの、もう、ね。いらないとまで言わないですけども、はい。うん、はい。あ、しかも K ポイント上限足してた、いつの間にか。じゃあ回すしかねえか、50玉。じゃあちょっと集めよう。まあ、じゃあここの、じゃあこのおまけのシングルガチャ、もらいましたんで、これでまあ、ミラージュマンが出てくれればね、うん。まあ、御の字かなという感じで、そこでやめてもいいかなって感じですけども、うん。もうこれ以上、ちょっと100玉、超人玉ね、150玉はちょっとね、使いたくないな。はい。というわけで、シングルガチャ、ここでね、ミラージュマン出てくれれば、まだ運も捨てたもんじゃないですよ。令和3年。いきましょう。はい。さあ。真ん中いっちゃおう。はい。さあ。これでもう参拝調子に出るようだったら運ないな、私も。どうでしょう。さあ。どうだ。いらねえ。まあ、ねえ。まあ、持ってるんだよ、しかもこれは。はい。行くしかないね。はい。わかりましたよ、はい。なんとかね、苦しいながらも、50玉、集めましたよ。ね。もうほんとやばいな、でもな。これからもう、50玉とか、頑張ってクリアしないとな。リミットとかも頑張って。いやー、ちょっと追い詰められた感もあるんですけども。まあ、これででもミラージュマンが出てくれたらね、50玉、150玉使った回もあるというもんなんで。ラスト。ラストは29連で、星子超人1体保証プラス、星子超人保証シングルガチャが2つついてくるということで、まあ、最低でも3体は出るということなんですけども、ね。はい。では、行ってみます。ラスト !3 回目はい。3回目。止まってないからね、まずね。新規超人が出てないですから。リベンジャー。はい。またリベンジャー。止まらないとね、ちょっと、シルバー少ないぞ、これ。おい、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 1個、2個、2個、2個か。2個だ。いや、2個のパターンばっかだな。2個、29連で2個って確率悪いんだよね、しかもな。普通に。
はい。ブロンズは？はい。あー、止まんないわ。止まんないぞ。ブロンズもう一個ある、でも。ほんと止まんないね。しかしシルバーね。改めて言うけどさ。はい。あー、止まんない。金は？もうこうだと。あー。はい。はい。ラスト。ラストにかかる。これはもう、やばいぞ。完全に150玉捨てたパターンだぞ、これは。まあ、しかしここで、シングルガチャが2つありますんで、これでね、まあ、ミラジバン出てくれれば、まあ、引いた甲斐もあったかなっていうふうにして、一応はね、うん、後悔しないで済むんで、お願いしますよ。はい。ミラジュ、ミラジカモン。止まっても、これ、シングルだからね、必ず止まるんですよね。ドキドキ感も何もないんですけども、はい。さっきはカメハメ。ね。カメハメだったんですけど、どうでしょうか？あー、バッファローマン。これは持ってます。はい。はい、1071。はい。古い。ラスト！さ。首投げ。はい。お願いします。これで、よかったーって言わせてくれ。お願いしますよ。頼む、頼む。最後、ジャンクマン、ジャンク、何ジャンクこれ、水ジャンク、あー、水ジャンクね、うん、はい、というわけで、残念だな、これはもう、あ、そば、どっか押すとなんか見れるっていうのなんか教わったんですけど、ちょっと、87連になるんですかね、3区27だからね、87連プラス、シングルガチャが3回ということで、90連ってことですね、合計で、はい。90円で、星子超人は、1,2,3,4,5,6,7,8,9。9体ですね。確率はどうなんでしょうか。しかしね、確率云々よりも、まあ、唯一ね、まあ、良かった超人というのはこれだけですよ、本当。すべてを救う希望、筋肉マン。これはまあね、良かったなと思います。まだ2体目なんだよ、これでもね。これはもう、当たりでしょう、完全にね。その他はね、まあ、ちょっとゼブラとか、こんなね、ちょっとな、バファローマンもね、これも、良かったとは言えないですね、ちょっとね。サンタ・ジャクリーンですか、サンタのジャクリーンね、クリスマス・ジャクリーン。そして、ジャンクマンね、はい。1133、古いね、いっぱいいるな、これも。はい。まあ、というわけで、ちょっとね、まあ残念な結果でしたよ。まあ、新規超人も出なかったですし、いい超人は筋肉マンのみということで、しかも超人生はなくなるということでね、ちょっと頑張んないとね、結局はその頑張んないとっていう、もう結論に達しちゃうんですけども、一生懸命ミッションクリアしていかないとっていう結論に達しちゃうんですけど、ここのまだ、ジャンクマンのチャンスアップの方が良かったかな。まあね、そんなね、終わったことを後悔してもしょうがないですから。はい。じゃ、というわけで、本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。